グリューバーによるポタラグのスケッチ。ダライラマご生没後に建てられた旧層の赤い宮殿は描かれていない。ヨハン・グリューバーは、オーストリア出身のイエズスカイベルギー出身のイエズスカイアルベール・ドルビーユと共に、初めてラサに到達したヨーロッパの人間として知られる。日本語では、グリューベルトも表記される。1621年、23年に、 オーストリアのリンツで誕生する。成長したグリューバーは、イエズス会の神学校に入り、数学を学んだ。1656年より中国への伝道の旅を、始め、ベネツィアを出港して、アナトリア半島のスミルナに寄港した。スミルナで自分を伝道の旅に招いた、ディステルと合流し、陸路を通って、ホルムズに至る。ホルムズから再び船に登場し、 インドのスーラとを経て1658年7月末にマカオに到着した。グルーバーは北京の真の宮廷を訪れ、数学者として順次ミカドのもとで近天管制を務めていたアダム・シャールの活動に参加した。順次ミカドの死後、イエズ・ス会内部ではシャールに対する批判が高まり、グリューバーもシャールと対立するグループに加わった。 ローマの決定を必要とする紛争が起こり、グリューバーは、ローマに、シャールへの国訴状を届ける任務を受けた。しかし、オランダ船によって、マカオを出港する、ポルトガル船が攻撃され、また、中国の港が封鎖されていたために回路を経て、ヨーロッパに戻ることは極めて困難な状況にあった。こうしてグリューバーは、ドルビーユと共に、陸路で、インドに向かうことになった。 1661年4月13日に二人は北京を立ち、5月に西安、6月末に青年を訪れる。青年ではこれからの長旅に備えた準備を行い、2週間長に滞在した。大御湖、サイダム盆地を通過して、10月8日にダライラマご生在位中のラサに到着した。グルーバーはチベット滞在中に現地の記録を残したが、 彼は敬虔なキリスト教徒であったため、チベットの宗教的慣習についての記述は偏見を含んだものになった。チベット仏教について、本質的な点において、多くの点でカトリックと符合すると説明し、ダライラマゴ世について、自分の崇拝を拒否する者を死刑に下す悪魔のような人物と述べた。グリューバーたちは、チベット語を話すことができなかったため、 チベット人たちと深い交流を持つことはできなかった。およそ2ヶ月ラサに滞在した後、11月末に二人はラサを出発し、4月を経由して、ネパールのカトマンズを訪れる。この地を治めるマラ王朝の王から歓迎を受け、パタンでの布教活動を認められた。パタンから南に進み、パトナ、ベナレスを通過して1662年3月にアーグラにたどり着くが、 この地で、ドルビーユがなくなる。サンスクリット学者のハインリー・ヒロートと共にグリューバーは、陸路でイランを経由して、スミルナに戻り、カイロを取って1664年2月に、ローマに帰国した。グリューバーはロシアを経由して、再び、中国に渡ろうと試みたが、イスタンブールで病にかかって、旅行を断念する。帰国後、グリューバーは、オーストリアの従軍神父となり、 トランシルバニアで勤務した。1669年にオーストリアに帰国以降の動向には不明な点が多い。1667年にアタナシウス・キルヒャーによって中国実体験記としてグリューバーらの手記とスケッチが出版され、ヨーロッパにダライラマ、ポタラグの情報が初めて伝えられる。グリューバーはキルヒャーの報告にいくらかの不満があり、 1670年にフランス語訳版が出版された際に、巻末で問答集の形式をとって、内容の訂正を試みている。1680年9月30日にグリューバーは、ハンガリーのシャーロシュパタクで没した。ありがとうございます。